府中家具は、広島県府中市で作られている家具。家具としては、初の地域団体商標で、府中家具工業共同組合が管理する。高級家具、特に婚礼家具のブランドとして著明。婚礼家具としては、着物から小道具、子供の通信簿や、へその緒まで、大切にしまえるようなものを、現在では、ライフスライフの変化に合わせ総合的な家具、インテリアを生産している。 特に、品質、デザインと量産の両立にこだわった生産体制を確立したり、産地問屋を介さず直接販売する形態から、販売網を広げていったことなど、中小メーカー数社が共同でアイデアを練り、独自路線を構築していったところに他産地との違いがある。産地組合は、府中家具工業共同組合、共同展示場、府中家具共同会館を運営したり、 市場開拓、広報活動、商標の管理などを行っている。組合は、府中家具の厳密な定義を設けておらず、特徴は3つ、素材を吟味、確かな技術、洗練された仕上げとしている。以下、府中家具工業共同組合が公開している業者を列挙する。これに乗っていない家具メーカーもあり、部品加工業、資材業などの関連企業も合わせ150社ほどが、 関わっている。府中市街。中央付近の赤に白文字の土井の付近が、府中駅。周辺。南が、国内有数の木材港である松永港で、府中家具で用いる、外国産木材の輸入基地でもある。1947年米軍撮影。中央上が、旧府中町。その右下の集落がうかい。地は、府中の名の通り古代国府があったところである。 古代山陽道はこの地から三木三見払へ抜けるルートであったと言われ、中世末期に割黒あるいは足田川を伝って物資が集散していた中継地として成立していたと考えられている。近代山陽道は南方に付け替えられたが変わって、岩見銀山から笠岡を結ぶ石州銀山道が整備された。府中は福山城下郊外に位置した宿駅であった。府中は 江戸時代から始まった、手工業から現代では、ビンゴ都市圏内の内陸工業地域、ものづくりの町に発展した。まず、福山藩主水野氏が奨励しのち、ビンゴガスリなどが生まれた、繊維産業とビンゴ用と呼ばれたタバコ、府中味噌などの醸造業、そして長餅や、建具などの差し物が発達し、近代から織物、機械、金属加工業、そして、 家具製造が発達し、現代ではそれらに加えプラスチック製造も行われている。またかつては、岡山と広島の県境付近一帯は、ビンゴりという国内有数の霧の産地であり、そこからビンゴ地方南部は霧の一大加工品産地となり、府中で霧ダンスや霧細工に、その南の福山では、福山家具や福山こと、そして松永で、 松永家具や松永下駄が生まれた。そしてこの地の気候が瀬戸内海式気候という天日乾間層には最高の気候で良質の木材を生成できた。ただ、国内の他の産地と違い木材はそこまで多く、産出できないことから加工でカバーしてきたため、その技術が発達していった側面がある。府中家具の始まりは、放映年間に大阪でダンス作りを修行した。 内山園さんが、京里、有馬村でこれをはじめ、広谷村会の差し物し、内田滝地がこれを学んで持ち帰って普及したとしている。ただし、江戸時代での炭素製造についてこれ以外の記録は全く残っていない。府中は、中国産地から切り出された木材を福山まで運搬するときの中継地点であったことから木材が多く流通し、家営年間府中の差し物しや、 大工の基神により、府中八幡神社境内に木工神社が建立されていることから、差し物生産が盛んであったことは分かっており、その中で、タンスは細々と作られていたと考えられている。江戸末期から明治の頃には、多くの農家が農閑期に気工業に従事しタンスも作られていた。ただタンスは、運搬に手間取るため近隣のみの流通に限られていた。 当時、迂回の第8社は頑丈だと近隣で有名になり、ある人はその第8社にタンスを乗せて、おのへと売り歩いたという。1914年、両備内軽便鉄道府中駅開業。陸運、河川による周運に加え鉄道運搬という手段を得たことで、販路は大きく拡大し、さらによそからの原材料の流入によって新たな加工も生まれた。 これに第一次世界大戦の対戦契機が重なって、一気に、タンス製造は盛んになった。府中町、広谷村、岩谷村タンス製造者は1912年から6年後には3倍近く、増え、特に、府中町と広谷村海に集中し、現在の宇海駅付近で生産される家具は特に、宇海家具と言われ、約200メートルの間に140から150軒が、 つらなり毎日朝から晩まで、のみやかんなの音が止まらなかったという。鉄道輸送により九州や東北朝鮮、満州にも輸出している。また第8社に乗せて、売り歩くのも続いており、三原、小道、笠岡、宗者、倉敷にまで夜通し引いていっていたという。ただし1935年版、広島県統計書の差し物生産額で見ると、 当時広島県内の主要産地は広島市で府中はこの時点では産地としては未だローカルな存在に過ぎなかった。昭和初期にはうかいを中心に広谷村の職人が国合いを結成、問屋を通さず小売店への直販ルートを構築したり、木工機械を導入、県外産の新材料を開拓するなど近代化、合理化に努めた。逆に府中にあった産地問屋は この時期に一気に減っている。太平洋戦争中は、徴兵により職人は減り戦時統治によって木材は割り当て制となり、木工機械は供出されたためタンスの生産は止まった。さらに残った職人は、山陽木工と日の丸木工の二社に、企業合同させられ木製の弾薬箱の製造を行っていた。なお福山では、 福山大空襲が起こっているが府中では空襲の被害はなかった。戦後は丸進む家具と呼ばれた新中軍用家具の大量発注があったが競争入札でどこも仕事を欲しがったため受注単価は低くなった。それに戦後インフレと材料の不足によって生産環境は良いものではなかった。そこで1947年職人二十数人で共同で事業にあたる 二重課会を結成、中小企業等共同組合法施行に伴いこれを、組織化し1950年正式に、足田家具工業共同組合が発足した。これが後に市町村合併により解消された、現在の府中家具工業共同組合になる。組合による共同事業として、まず原材料の共同購入、そして共同見本市開催が計画された。 戦後の道路網整備とトラックの登場は新たな原材料の入手と家具販路拡大につながった。1954年に府中での共同見本市である第1回家具祭りを開催、1956年第3回家具祭りから技術コンクールも同時に行われるようになった。これは品質面でのレベル向上につながり、各業者の新商品への開拓へとつながった。 この家具祭りへの出品作品として、他産地に先駆けて開発されたのが、コンデー家具セットであった。それ以前の業界は、和家具屋は、和ダンス整理ダンスを、洋家具屋が、洋服ダンスを、棚物屋が、本棚や下駄箱を、と製造技法や素材が異なっていたため、それぞれ分野に分かれており、そこで、府中のそれらのメーカー水車が持ち寄り、統一したデザインの和ダンス、洋服ダンス、 生理ダンスの新婚生活用の家具3点セットを考案した。1956年広島県物産見本市での出品以降人気商品となり、他のメーカーも負けじと下駄箱を加えた4点セット、兄弟を加えた5点セットなど新たな婚礼家具セットが開発された。この流れとは別に、1957年第2回全国有料家具店において、 府中のメーカーは初めて出品。第4回大会で、宮崎家具製作所が初めて全国家具、組合連合会長賞を受賞。第6回大会で、土井木工製作所が第7回大会で、丸系木工がと府中のメーカーが連続で、最高賞である、通称産業大臣賞を受賞した。入賞は、府中の他のメーカーも続いた。こうした、全国規模のコンクールでの入賞により、 普通家具の品質の部分が有名になったところに、段階世代の結婚的歴、高度経済成長、モータリゼーションでもたらされた新たな販売網、とが重なって、普通の婚礼家具が爆発的に売れた黄金期が到来した。当時は、結婚時に、二送りという花嫁の調度品を親戚近所にお披露目する習慣があり見えや世間体から高級な婚礼家具を欲しており、 生活水準の工場も合わさって、親たちは競って、不中の婚礼家具セットを買い求めた。高級な婚礼家具セットは品薄となるほどで、メーカーは高品質保持に努め、シーズンになると注文を断っていたメーカーもいたという。各メーカーは、工場、ショールームを拡張し、盛んに職人の求人活動が行われた。 府中の家具メーカー数社が共同販売を目指して営業所を共同出資で設け、1963年、神奈川県大和市に府中家具センター1968年大阪府、豊田林市に府中家具卸しセンターを設立している。当初は大きな展示会場がなかったため小学校の体育館などを借りて行っていたことから、 組合は1968年共同展示場となる府中家具共同センターを建設した。バイヤーは府中モルでと少し多数を訪れ、府中や福山のホテルは満室となったという。組合調査資料によると1955年当時の出荷額が9億円だったものが、ピーク時の1975年出荷額は589億円。 つまり65倍にまで拡大しており、当時全国平均増加率9倍だった時代に驚異的な成長を遂げている。当時の業界史、木工会では戦後彗星のようにデビューし、中央市場を席巻した東京家具業界史には、府中の婚礼家具セットを家具業界を一つの方向付けしたものとして評価している。高級家具の産地として、府中の名が定着したのは、 この時期である。府中の共同センターが手狭となったため組合は、その隣に新たに共同展示場を建設。これが1976年竣工した府中家具共同会館である。こうしたブームは、段階世代の結婚的礼期が過ぎると、婚礼家具の売り上げは減ったことにより、総合インテリア家具製造を模索し、これに府中市が協力した。 1985年市が計画した家具付き市営住宅から研究が始まったものの軌道に乗るにはしばらくかかり、1992年事業が軌道に乗ったとして組合から府中インターハウジングが独立しそこで研究開発を引き継いでいる。2007年組合は府中家具を地域団体商標に日本の家具としては初めて登録、新たにブランドロゴマークを作成したが、 これには以下の理由があった。近年はデザイナーと組んで新商品開発を行っている。2010年中小企業庁ジャパンブランド育成支援事業、つまり地方のメーカーあるいは商工会などが海外輸出事業に取り組むには限界があるため国がサポートする制度に応募した結果採択される。2011年から3年間。 ヨーロッパ進出に向けた府中家具ブランド構築事業として国内外のデザイナーと組んで新商品を開発ストックホルム国際見本市やケルンメッセ他アメリカやアジア市場の展示会に出品している2015年から広島の府中家具プロジェクトを発足デザイナーと組んで新たな府中家具の形をアピールしているもとあった府中家具共同センターが 婚礼家具ブームで手狭となったためその隣に1976年、府中家具共同会館を竣工した。鉄筋コンクリート作り地上3階。もとも別の場所にあった府中家具木工資料館が1階に入っていたが、府中家具木工資料館は2018年5月30日をもって閉館した。ありがとうございます。